山際経済再生担当大臣は2018年に旧統一教会系のイベントに出席していたことを新たた。に認めました団体のホームページにその会合に私が出席している写真が掲載されており、えー、私も出席を確認いたしました団体にお墨付きを与えてしまうようになったことは、えー、率直に反省をしておりますまた本来 山際大臣をめぐっては、旧統一協会系の団体のホームページに2018年、東京・新宿で開かれたイベントに出席した際の写真が掲載されていることが新たに分かりました。山際大臣は出席した理由について、社会的な問題が指摘されている団体であることなどの認識が不足していたためなどと説明し、自民党への報告を速やかに訂正するとしました。